ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部マッキーのロッカールーム。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日も一緒にユナイテッドを応援していきましょう。鹿児島ユナイテッド FC への応援メッセージぜひお待ちしております。ファックス0992391130、メールはスポーツアットマークニュー FM.jp でお待ちしています。さて、鹿児島ユナイテッド FC 前節はベガルタ仙台との対戦、ホームゲームだったんですが0対1で敗戦となりました。皆さんの印象どうでしたかね。やれてないなっていう感じは全然しなかったんですが、やっぱりこうなんですかね、最後のところというかね、シュート数とかでも埋まってるわけですよ。あと一歩なのになっていうちょっと悔しさはありますしね。まあそこからじゃあどうするんだっていうところ、選手の皆さんは今悩んでるのかなっていうところなんですかね。でも今週末は首位清水と戦います。ここがまたキーになってくるんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひ応援メッセージお待ちしております。さあ、前節先発出場久しぶりだったんですよね。天才ぶりは健在でした。花戸仁選手インタビューをお送りします。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールーム、今日はこちらの選手の登場です。自己紹介お願いします。背番号25番花戸仁です。よろしくお願いします。花戸選手、前節久しぶりのピッチでしたけれども、はい、いかがでしたか。そうですね、天候も悪い中、はい、多くの方が最後まで応援してくれたのに、なかなか勝ち点を取れなくて残念だったんですけども、個人的には今シーズン初めて白波でプレーしたということで、そういう単純に試合に出れる喜びもあったし、ただやっぱり結果がついてきてないんで、結果をなんとか残せるようにまたやっていきたいなと思います。前回の山形戦出られた時はアウェーのピッチだったんですね。そうですね、はい、なるほど。やっぱり白波はいいもんですか。そうですね、本当に力強い応援をいつもしていただけるので、プレーする僕も楽しみですし、いつもありがたく思ってます。でも久しぶりにやっぱり花戸選手のプレー見てて、やっぱりすごいな、早いなとか、まだがあるなとか、早くはないですけどね。すごい早いですよ。どっちかというと遅くていじられるタイプ。あ、そうなんですか。遅い方早くはないですけど、あんな早いのに。本当に早いわ、いやいや、やっぱ、天才って言われてるじゃないですか。言われてないです。いや、めっちゃ言われてます。天才っていう自覚はあるんですか。天才っていう自覚はないです。ないんですか。天才だったらもっと点決めてもっと活躍するんじゃないですかね。やっぱ厳しいですね、自分に。厳しいというか、本当に、なるほど。でも本当楽しそうにサッカーされるなというのも思いましたけれども、残念ながら前節はベガルタ仙台との対戦0対1で敗戦となってしまいましたけれども、見てて、あと相手監督さんもおっしゃってたんですけど、内容は決して鹿児島悪くなかったとおっしゃってました。やってる選手の中ではどういう、こう感覚的に、本当にやりながらやってる感触自体は悪くなかったし、むしろ良かったまであるなと思ってるんですけど、ただやっぱり相手にはこう個人個人がいい選手がいて、はい、名前も知れた選手もいて、本当にスーパーゴール1本で結局あれでゲームが決まってしまったというようなゲームだったし、ただ内容的に見た時にこう相手を押し込める時間帯もあったし、ただ自分の SNS にも書きましたけど、はい、結局最後シュートを決めるとこだったり守るとこっていうのは個の質になってくると思うんで、そこに関してはもう個人がこだわって、日々の練習からやるしかないかなっていうところはありますね。やっぱりその選手の個の技術とかそういうものって、会見でもおっしゃってましたけれども、やっぱりここからの戦いではすごく重要になってくるもんなんですね。もちろんやっぱりそれは個が高ければチームは必然的に強くなっていくでしょうし、はい、ただそこでバラバラになってしまうチームもあると思う中、僕らはやっぱり常にまとまってプレーできるっていうところが強みだと思うんで、そういう組織で戦っていく中で、自分としてはもっとゲームの中で違いを出せるように決定的な仕事ができるようになってくると、勝ち点というのも取れてくると思うんで、頑張りたいです。特にこの部分でこだわっていきたい
ところ、チームとして個人としてどんなところですか。まあ、僕に関してはやっぱり簡単にボールを失わないところっていうところが、まあ、持ち味だと思うんで、うん、こういろんなところに顔を出しながら、相手のゴールに迫っていく中で、うん、ゴールが決まった時にそこの、まあ、アシストゴールがつかなかったとしてもその2つ前3つ前でかか常に関わっているようにはしたいなっていうのが自分の思いの中にあるんで、うん、そこは意識しています。なるほど。ここから上位と戦 こう連戦が続きますけれども 今現状で鹿児島にとってすごく重要なことというか、まあ、このこともそうですけれどもベテラン花戸選手から見てここすごい重要だよっていうのって何かありますか。まあ、上位といってもでも J リーグってすごく力が拮抗しているんで、うん、こう首位が最下位に負けることだってありますし、はい、本当に、まあ、もちろんエスパルスが力があることは間違いないですけど、天と地の差があるようなあれ力の差ではないんで、うん、別にビビることなく、はい、リスペクトしすぎることなく、うん、僕らの力をしっかり出すことが大事なんじゃないかなと思います。なんかやっぱりあのスタジアムってすごいじゃないですか、エスパルスの。そうですね、はい、僕個人的にはこう、はい、アウェーでガッて相手のスタジアムに人数が入ってるとすごくやりやすいなというか、そう力が湧いてくるなっていうのはあるんで逆にやりやすいかなと思いますけど、どうなんですかね、そこは個人個人、うん、でもアウェーで圧力に負けてビビっちゃう選手なんていうのはあんま見たことないん で逆にやっぱりお客さん入ってるとテンション上がると思いますし、その中でみんながのびのびいいプレーができれば、うん、あとは際のところにこだわってやっぱりやっていけばいいゲームになるのかなと思います、はい、そうか、ちょっとこう燃えるところもあるんですね。そうですね、どっちかというと僕は、はい、なるほど。その中でなんか躍動して勝てたらいいですね。そうですね、やっぱり勝ちっていうのが何より僕らにとってもサポーターにとってもこう、はい、一つのきっかけになると思うんで、うん、是が非でも勝ちたいなと思います。そうですね、はい、花戸選手から見て今年のチーム鹿児島のチームはどんなところがいいところですか。やっぱりこうなんだろうな、若い選手とベテランの選手に壁がないと言いますか、まあ、僕が若い時じゃちょっと考えられないようないじり方も僕はされたりするんで、まあ、舐められてるっていうのも、まあ、あるかもしれないですけど、こう、まあ、時代は変わったなというか、こうなんだろうな、だから若い選手もなんだろう、伸び伸びプレーできるじゃないですけど、うこう、まあ、僕が若い時の時代なんか、まあ、僕のマリノスではそんなになかったですけど、はい、他のチームとかでこうミスしたりするともうこう無言の圧力じゃないですけど、もうこう足が震えちゃうじゃないですけど、パス組んだみたいなっていうのも何回も聞いたことあるんで、はい、同世代の選手にはそういうのがない分、こう今ミクトとかなんかすごい頑張ってますけど、ね、そういう選手がもっともっと結果だったりついてくるともっと自信になってくると思うんで、うん、そういうのを僕らも助けつつ、はい、自分らもしっかりパフォーマンスを出せるようにしたいなと思います。本当若手が今すごく頑張ってるなっていうのと、はい、ベテランがやっぱりいい雰囲気を作ってくれてますよね、花戸選手や五稜選手、藤本選手、まあ、いい雰囲気を作るというか、まあ、僕に関しては声を出してこう行くぞ行くぞっていうタイプではないんで、うん、しっかりとプレーした中で、はい、自分のプレーから何か感じ取ってもらえたらいいなとは思ってるんで、うん、常に練習では一生懸命、やるようには意識してます。いや本当に鹿児島にいいいつも影響を、花戸選手ありがとうございます。いやいや残せてるか分かんないですけど、うん、みんなと一緒に頑張れれば、はいはい、次勝ちたいですね。勝ちたいですね、はい、さあ次はですねアウェーになります。5月11日土曜日14時キックオフ、清水エスパルスとの対戦です。清水長崎と上位陣との対戦が続きます。まずは清水戦への意気込みをお願いします。そうですね、本当に失うものもないですし、素晴らしい相手とできるんで、どんどん相手に立ち向かっていって、その結果がどうなるかは分からないですけど、後悔のないようなゲームにしたいなと思います。そうですね、後悔ないように私たちも応援します。はい、ありがとうございます。頑張ってきてください、はい、ではユナイテッドリクエストユナリクです。結構曲は聴くらしいじゃないですか。そうですね、幅広い分野を、はい、まあ、最近の歌はよく分からないですけど、はい、自分が生まれた時ぐらいの歌をまあ、シャッフルで車で流しながらということで、結構そういう子ちょっと昔の広い、そうですね、昔めのが好きですね。曲を聴いたりするんですね、はい、じゃあその中からなのか、はい、はい、曲を、この曲はどういう時聴くんですか。どういう時っていうのもないないんですけど、なんか、はい、まあ、穏やかで、ケツメイシの中では穏やかですごくこう
バラード調というか、はい、まあいい歌だなっていうので好きで聞いてます。シャッフルで流れてくるんですよね、はい、そうですそうです特別さあでは曲紹介を DJ ジン、はい、お願いします、ケツメイシでバラードでお願いします、はい、ということで今日は花とジン選手でした。ありがとうございました。